フォルム・ロマヌム・ナイデノイチ・フォロ・ロマーノ発掘前の、セプティミウス・セウェルスの外線門。カナレットが。1742年、セプティミウス・セウェルスの外線門は、フォロ・ロマーノの北西端にある白い大理石製の外線門で、皇帝セプティミウス・セウェルスとその息子からからと下駄の、第6次パルティア戦争での勝利を記念して、紀元203年に建設された。 セプティミウス・セウェルスの死後、カラカラとゲタは共同皇帝として即位したが、212年にカラカラがゲタを暗殺した。このため、ゲタを記念した彫刻は建築物や記念碑からことごとく削除された。当然ながら、この外線門でもゲタに関する部分は削り取られている。この外線門はトラバーチンの基礎の上に立ち、もともとは、 古代のフォルムの地面から階段で登るようになっていた。中央のアーチ道は半円形のボールトで全体を角間で飾っている。そして両脇のアーチ道との間に側部開口部が通じている。このような特徴は近代の外線門でも模倣されている。三つのアーチ道は橋脚で支持されており、その前面は 台座の上のコンポジット式オーダーの柱になっている。勝利の女神が三角召喚に彫刻されている。南の橋脚には記念碑の頂上まで続く階段があり、そこに兵士を従えた皇帝と二人の息子が四頭、伊達戦車に乗っている様子が描かれている。ほぼ中央にセプティミウス・セウェルスの凱旋門を捉えたパノラマこの凱旋門は、 カンピドリオの丘のふもとに立っている。そして、アンコーナにあるトラヤムスのアーチのように、階段で開けた場所へ続いていた。4世紀までに度重なる洪水で、フォルムの地面のレベルが上がって階段が埋まり、門を平坦な道が通るようになった。大量の岩屑やシルトが、周辺の丘から流れ込み、外線門の基部は、完全にそれらで埋まった。 中世の車輪や近代初期の交通によってもたらされた損傷は大石の浮き彫りの上の柱の基部に今も残っている。中世になってもこの低地はしばしば洪水に見舞われ土砂が堆積していったためカナレットが1742年にこの外線門を描いた時地面の上には外線門の上半分しか出ていなかった。この外線門の保存状態が良いのはこれを キリスト教の教会の一部に組み入れていたためである。教会が他の場所に移った時も、外専門はその教会の財産として存続し、他の建築物の建設のために撤去されなかった。315年にフォルムロマヌムの反対側に建てられたコンスタンティヌスの外専門は、セプティミュッウス・セウエルスの外専門に大きな影響を受けている。 南東面と北西面の秘文内容は同一である。秘文で、車体部分、PP、オプチミス・フォルティス・シミスク・プリンシパイブスは、カラからミカドの弟で、共同皇帝であった、ゲタミカドが暗殺された後に、ダムナティオメモリア絵が行われたため書き換えられた部分を、示す。元の文は、P ・セプティミオ LF、ゲタエノブ・シズイコール、プブリウス・セプティミウス、ルキウスの息子、ゲタ。 高貴なカエサルであった。ありがとうございます。